楽しいはずだ。じゃあいっぱい資料があるよ。でもたくさんですね。じゃあ情報が。オッケー。そして12時にいつの間にかなってます。はい。じゃあ始めます、ね。オッケー。ダラダラダン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 。ツイキャスを始まった。一週間を始まった。いやー。見てね、見てね。いっぱいだよー。カルナチタニャタニャカルナチ。いらっしゃいませ。はい、わかりました。はい、大丈夫です。大丈夫です。今日も収録ですね。はい、収録大好きで、本当はこの部屋が好きなんでしょ。さあ、さあ、さあ、それある狭い空間ね。狭い空間好きよ。私も好きですよ。じゃあ行きます、ね。はい。ビビビン。ビビビン。変装してるけどバレるんだね、ターニャって。やばいな。あ、いい音楽。時刻は15時半を回りました。毎週水曜日の15時半といえば、はい、FM ギルワンから、ドンマイ、ドンマイ、僕が好きだよ、あんたも好きだよの時間ですよ。はい、はい、自由気ままのカデナッチ、はい、そして、近所、ね、タニャさん。タニャ。がね、はい、もうそうですよ。で、一応、工業のプレゼンツでもありますので、うん、皆さん、ぜひ、宜野湾を盛り上げてるカデナッチだからこそ、はい、沖縄を盛り上げてるタニャだからこそ、はい、そして、ね、宜野湾をそれこそ盛り上げてる、うん、FM 宜野湾だからこそね、うん、ここから発信できたらなと思います、はい。毎週水曜日30分間お楽しみください。はい、イェーイ !30 分付き合って、はい、今日も素敵に収録放送なんでねなんで今週も。私あのスタジオに座りたいよ窓あるスタジオに座らせてそうそうそう。今日はですね、ツイキャスは、生放送では流してるんですけど、はい、ラジオはですね、収録、実は月曜日に撮りました。はい、そうです。彼氏ね、忙しい、はい、もう本当に引っ張りだこにもなっていて、うん、ね、だけど、やっぱ、継続は力なり、ラジオはね、はい、コツコツ続けたい。本当にね、うん、その週にそのまま収録して放送してるからね、そうですよ。そうですよ。今日は朝から頑張ってますよ。朝からね、何があったの、もう朝からね、燃料の巡回のモーニング、モーニングセミナー委員会がありまして、すごくない、うん、朝6時から会社の方行ってね、そこでズームでいろいろ話して、うん、楽しかったですよ、うん。1時間でしたけど、もう本当にいっぱいいっぱいね、まあ、いろんな話。泉委員長に、揉まれながら。コッピドク。コッピドク。このコッピドクされるのは、カデナッチ大丈夫大丈夫、大丈夫。大丈夫。ね、これね、精神的に必要な人もいるけど。ね、面白いですよ、だけど。ね、でも、倫理でのこの、うん、このコッピドクはいいよね。うん、いい心地、うん、いいコッピドクなので。なかなか大人になるのと。大人にいじめられてないですよ。ちゃんと、じゃあ、もう優しく優しく説明してるけど、自分頭悪いから、もう、ピンピンもう、なんでしょうね、煙吹いてしまってね、もう。いや、本当楽しいです。これ、全国放送だよ。あ、そうですよね。全世界放送。もうこれもう、言ったらもう、次会った時も、なんか言われますね、はい、自分ね。大丈夫、はい。ちゃんと私が伝えときます。はい。オッケー、はい、ではでは、そうですね。今ちょこっと出た、この倫理法人会の元だったりとか、素敵なね、カデナッチのこの活動も伝えていく番組ではあるんですけど、最近のなんか、近況報告だったりとか、素敵な報告ありますでしょうか、はいはい、今回ですね、はい、自分が、二つぐらい一応、講話、聞きに行ったんですけど、うん、伊藤裕二さん。25の実践ってことで。25の実践、うん、はい。はい。こういう表があるんですよ。おー、うん、オッケー。表をね、言葉で伝えると、うん、本当にマス目になってます。はい。で、細かいですね。これがもうね、月が、
1日から31日まで書いてあって、うんうん、20の実践ってあるんですけど、はい、これ、本人はなんか最初1つから始めて、はい、できることから始めて、そしたらもう、いつの間にかね、こんなもう25まで作っても、うん。その裏は、白紙のあれで、はい、白紙っていうか、マスだけ作ってもらってね、はい、うん、自分たちが実践できるようにということで、20の実践にはなってますけど、はい、本人は25の実践ってことでね、はい、もう本当にすごいですよ。もうびっしりですよ。びっしり、うん、このね、A4 のこの紙にびっしり25個、うん、で実践とは毎月、うん、毎日コツコツやることなんだけど、うん、それが25個もこの方はあるんですね。ね、すごいですよ。朝4時半に起床すること、そして女房の言うことはすべて聞くとかね。あ、すごい。すごいですよ。ね。うん。だからね、この内容を見ると、あ、自分でもできる、できそうなのいっぱいあるなと思ってね。トイレ清掃、うん、家族に LINE をする、うん、ね。すごいですよね。だから自分も本当にできることからコツコツとね。うん、結構バツバツバツついてるのがあれ、これ何ね。うん、自分の部屋、階段の清掃。これあんまり、リアルだね。ラーニャさん、人のバツついてるのはね、あんまり。バツがついてるのはいいことなの。逆に、いいの、人間らしさが見れて。ああ、そういうことね。そう、もう、私は、あ、だから、パーフェクトじゃないってことでね。この表は本物なんだって、人間がちゃんと作ったんだって。うんうん、いうのが伝わるから、うんうん、逆に、はいはい、そう、やりやすいな、バツつけていいんだっていう、はい、ね、あ、そうですね、許しっていうの、うん、そうよ。確かにね、はい、突っ込みたいところではあったんですけど。うんうん、体すごいんですよ。アフリカまで行っていろいろ、70何日だったかな、はい、78日だったかな、旅に行ったってことでね。すごくない？うん、すごいですよ。もう、アフリカってちゃん悪いとこで、ちょっと大変ですけど、そこで、うん、うん、70何日だったかな、すごい、向こうで、うん、過ごしたって、そう、それが、まあ、あるじゃないですか、自信になってね。なるね。うん、これやっぱ海外でのまた経験って本当大きく、そうそう、もう、一皮、二皮、ウェー、本当ですよ。自分なんかもう、本当行くのにもう、ビクビクしながら行ったんだけど。かわいいんだよ。もういろんなエピソードがあるけど、はい、今空港の待合室にいるけど誰も来ないみたいな、なんかみんな、ね、そ、慣れすぎるとギリギリまでご飯食べたりとかいろいろあるじゃないですか。だから風間さんはいつも本当にもう最低限10分前行動なんですよ。なのでね、特に空港は前もって、空港も1時間前に行ってましたね。もう誰もいない。で、違う方面からも連絡あって、ね、はい、そう、あ、みんなご飯食べてから今行きますよ、みたいな、ね、うん。そしたら、タネさんなんかもう大変ですよ。飛行機飛ぶ前なのに、あとはマイクまで、あれね、放送されてね、もうあれすごかったですね。どこまでも目立ちたがる。どこ行ったのかなと思ったら、電話したら、今、休憩所でお茶飲んでるとかで始まったよ。ほら、あ、こうやって、もう出発するって言ってるよ、っていうことでね。ね、もうあの時はね。そういうこともある。あれ、あれね、すごいです。時間をいかに有効的に、1分1秒無駄にしない頃、ね、うん、性格、許してください。本当のうちのアタイムでしたね、あれね。ねえ、はい。はい、そうですよ。はい、それじゃ、はい、あともう一つね。はい。もう一つは、名前何でしたかね。はい。そういう、愛知県の方だったんですけど、愛知県、はい、沖縄に、村上実さん。やったー。うん、もう、あそこはもう、臨時法人会はすごいみたいですよ。モーニングセミナーで300名集めるっていうとこがある。はい、もう、すごいですよ。すごくない？うん。だから普通で100名は集まってるってことでね。おー、そっかそっかそっか。そうそう。それでもうすごいですよ。うん、全国一位。うん、本当だ。ね、人数。もうすごいですよ。すごいですよ。臨時法人会、ぜひ気になる方はですね、はい、まず宜野湾から始めた方がいいと思います。うん、中部西というところがありますので、はい、ね、うん、カデナさん、カデナッチがそれこそ頑張っている、はい、社会福祉センターでね、朝6時から。ね、駐車場も止めやすいし、はい、ただ雨の日とかは石コロコロしてるので、気をつけて歩いてくださいね。はい、待ちしてます。はい、すごいよ。はい、うん。この村上さんのある話、すごかったでしょ？はい。腕の組み方で、うん、なんていうの？最初、なんていうの？手をこうやって握ってくださいって言うんですよ。はい。そしたら、
親指が上か、うん、あ、右親指が上か、左親指が 上かで、うん、なんていうの、思考タイプの診断をするってことで、うん、みんなどっちですか？ん？やってみて。自分は左が上ですね。まゆみさんは右。おじゃあ、右の人から行きましょう。右の人はどういう思考タイプ？プランニング、有言実行、計画的。おぉ、まゆみさんっぽいかも。その下がバランス。バランス。思いやり、感情。合ってます？あ、逆だ。逆か、アクション。まあ、とりあえず、親指が上になるか下になるかで。はい、うん、そしてまた、この手ね、腕を組むとやないですか。うん、これでもあるんですよ、ただ上下。あ、逆だ。逆だよね。逆だ。うん、どっち？うん、まるみさんと私が一緒か？ねえ、どっちだろう。ええ、逆じゃない？逆か。逆か。じゃあ、ガルナッチとも。みんなどんなですか？そうそう、ね、これでもいろいろね、判断。すごいですよ。すごい。これで、本当に挑戦、成長とかね、いろいろあるんですよ。これは本当すごいですよ、うん。それで、役割っていうのを分けて、この、なんていうの、単体はやってるらしくて、うん。うん、それで、名札に、このシールを貼るんですよ。はい。そしたら、もう、なんていうの、うん、もう、その人の大体の性格。大体の性格。わ、うんうんうん、かるもんだから、うん、あとは、これで、うまい具合にバランス取りながら。うん、何が足りない、何が、あれか、うん。そう。それで、いろいろやってましたね。すごい、うん、そして、また、すごいのが。またすごいのが。なんかいいね。テレビショッピング。またすごいのが。やけられる。はい。大谷翔平が、やってる65の実践っていうのがあるんじゃないですか。わかりますか、はい、これ。なんか結構今、うん、じわりじわりみんな情報来てますね。うん、ああ。Yeah. この64って何かなって言ったらね、あいみょんの歌でもあるじゃないですか、リズム64。これじゃないかなって自分は思ったんですけどね。大事、うん。はい。多分、本当にすごいですよ。64の実践ってことで。うん、ね。大谷翔平、高一の当時のが書いた、オープンのウィンドウ64。そう。オープンウィンドウ64。そう。で、ここから不安をなくす、うん、力まない、綺麗、スピード、うん、フォーク完成、もう自分のこの本当の実践と、すごくないですか、だから最初に目標を立てたのが、ドラフト1位で8球団から指名来るっていうのを、真ん中に軸にして、それで、あと、これに何が必要かってことで8つ。体作り、コントロール、キレ、メンタル、スピード160キロ、人間性、変化球。すごい。これを、やったんですよ。待って、これさ、高校1年生ですよ。うん、皆さん、ね。本当にすごいですよ。見れる？そう。ね、YouTube、そして Instagram、すごくない？あ、YouTube じゃない、こっちは、あれだ。ツイキャス出した。はい、すごいよ。すごいですよ、本当に。いやー。こういうやり方を利用して、目標達成戦略シートを考えたらってことで、村上さんは話してました。そういうことだね。やっぱ逆算して、この計画をして、文字起こしをするっていうのが、もう気づいた時にすぐやらないといけないですね。うん、なんか今日すごい真面目な感じになってるよ。うん、イエーイ、ね。かっこいいね。かっこいい。でもね、はい、どんまい、僕は好きだよって、新しいコーナーができたんですよ。はい、音楽の前に行きますか？後で行きますか？音楽入れましょうか。入れましょうか。はい、じゃあ音楽の後は、はい、新しいコーナー行きまーす。はい。じゃあ、今日の曲は？いや、あいみょんの、はい、猫にジェラシー。ジェラシー。にゃーどこまで？いいねー。すごいね。あ、聞こえる。すごい。生放送と一緒じゃん。ね、ツイキャス、ありがとうございます。ジュンジュンさんから、ダーニャーボーありがとうございます。インスタグラムからも、ペット沖縄、こんにちはありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、収録放送、生放送で、ね、ツイキャスと、インスタグラムでね、はい、今、
連動して流してるんだけど、カルナッチがもうラジオになってるね。うん、ラジオの人に慣れたね。もう私いなくても独立できるね。できないできない。呼び戻された。嬉しい。ちょっと人必要とされたら嬉しいよね。じゃあターニャが向こう行って、はい。ああ、マダムさんがこっち。それ今いなかったよね。確かにマダムさんの隣がいいかもしれないけど。なんちゅう、もう、上であげたり、下であげたり。いやいやいや、嬉しいね。そうだよ。ね、ね、この収録の教室、はい、教室、ね、で、今回は2回目なんだけど、お部屋、最高ですよ。よいしょ、バッテリーって、発散よ。あいやー、あいやー。すごいよ。すごいですね。そう、これ、うん、これいいなと思った。これ、うん、コピーしてほしい。あ、もらっていいんだよ。本当、うん、そうそうそう。あ、これですか、うん、これまであげるの、そう。発散よ。予算。うん。ちょっと、予算。うん、ちょっと持ってきたのに、ただ、ね、人のものばっかり見てね。結婚もちゃんと作っておいたのね。結婚もあるのに。だから、こんなちょっと、ああ、もう上等さ。すごいね。いやー、すごい。進化してる。うん、じゃあもう倫理法人会。はい、これだ。書いた。この話をしてたってことなんだよね。そうそう、そうよ。こちらのみんな話しましたよ。あと見てくださいね。あとからゆっくり見てくださいね。ゆっくり見てください。はい、ガッツリ見ちゃうよ。すごいよ。さっきのこれ腕組みも面白かったよね。面白かったでしょ、うん、思考タイプ。これで、そうそう。だから、いろいろ。そしたら、組織のバランスが取れるっていう話でしたよ。そういうことですね。右、左。うん、あれよ。うん、成果、仕組み、特徴、how, what, why. 面白いでしょ、うん、うん。YouTube チャンネル ACA スタジオ。わいよなんか、自己分析。なんかこういうことでね。終わりそう。終わりかけてる。Welcome back, welcome back. 曲名があいみょんの猫にジェラシー、はい、でした、はい、そうです、後半戦も続きますよ、ドンマイドンマイ、僕は好きだよ、あんたも好きだよ、ガルラッチとターニャ、はい、行きますよ、そうです、はい、うん、先週ちょうど面白いね、あの発言があったので、うん、そう、前半すごい綺麗な放送でしたね、今日、はい、今回も、はい、だけど、やっぱり、どんまい、どんまいって言葉を使ってる以上、うん、どんまいコーナーを作りました。はい、いいですね。いいですね。今週のどんまい、うん、まあ、はい、ね、なんか、あったりしますか？大丈夫？なんか、今週のどんまい、思い当たる？みんな、今週のどんまい。なんか、自分頑張ったな、みたいなとかでもいいし。ああ。いや今日朝から、一人お手振りしてました、俺。おお本当に。昨日も、お手振りするって言ったけど、誰もいなくて。そしたらもう、昨日は畑行って、一生懸命ね、はいはい、畑で仕事やってましたけど、はい、そして、今日も行ったら誰もいなくて、うん、もう、一人で旗立てて、一人でお手振りして、大きいの銀行前でね。そうなの、ギノマンのお手振り頑張ったんですね。そうそうそう。そっか、今そういう時期なんですね、沖縄、うん、この。誰とは言えませんけど。誰とは言えないけど、え、カルナッチじゃない？私の。カルナッチみたいな人がでもね、そうそう、選挙とか出たら楽しいはずな。そう、結構ね、みんなの話をちゃんと聞いて、はい、うん、それを平等に、返事もしていただけるので、うん、そう、誰よりとかないもん ね、 ね、うん。嫌いな人もいないし、うん、そう、すごいマシュマロな感じで。そう、優しい。そう、たまーになきゃ意味わかんないこと言うんですけど、そうそうそう、意味わかんない。いやいやいや、意味わかりますよ。っていうのが、じゃあ、一人で頑張ったお手振りと、はい、畑仕事戻ったんですね。うん。うん、もうちょっと、行った時にね、ちょっと雑草だらけになってたから、はい、ちょっと、もう、
なんていうの、草刈り機持ってガーッてやりながら、そうやってその草をまた、なんていうの、この、細かくするって言ってから、その機械もちょっと買ってあるから、もうシュレッダーみたいな感じのがあれでガガガガガガってみたいに入れて細かくして、そう。それを今からまた、ちゃんと燃やして、畑に巻こうか。畑に巻こうか。ね、今すごーい、うん、そうそう進化してる。うん、頑張ってますよ。いいどんまいだね。もうそろそろ、じゃがいもの季節だからね、植えないともう、うん、ね。植える時期来てるんで。植える時期。そろそろね。もう、うん。そうだ、芋。そう。そっか、芋の季節また戻ってきた。そう。だって去年ちょうどね、うん、私芋プレゼントね、いただいて、うん、それ、売ったね、何個かね。ああ、何個かね。うん、あの、そう、小沢さんのお家とか。そうそうそう、うん、結構美味しい、もう、うん、ちっちゃいのから大きいのから。芋芋芋パニックしてましたね。うん、そうですよ。どんまいどんまい。はい、ね、今年もお願いします。はい、頑張ります。紅芋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 。オーケー。どんまいどんまいの話いっぱいあると思うんですけど、はい、どうだろう。タネさん、また、なんか、ギノザのなんか話あったんじゃないですか？あ、ギノザのイベント告知しますか？なんか、タネさん、なんか、話や、うん、これ言わないと、誰かさんに怒られますか？行きましょう、はい。伝えましょう。11月3日、はい、日曜日、11月3日、日曜日の1時からですね。はい、ギノザランウェイ、ギノザランウェイですね、うん。ギノザで繰り広げられる、あの、すごいイベントがあるんですけど、うん、皆さんこのランウェイ、今少しずつ流行ってきてると思います、うん。いろんなところ、昨日もですね、あちこちの祭りで、綺麗な格好した着物をつけたり、ドレスをつけたりとか、うん、自分を表現するランウェイが、今ね、あの、モデルじゃなくても、こうやって一般の方もお披露目する場所っていう、あの、心がこもった、今回主催者でもあるね、あの、ピーアガリアさん。はいはい。アガリア姉さんがいるんですけど、はいはい、あの、で、何人かでまとめてやってるんですけど、うん、皆さんのね、このギノザで頑張っている方々を中心にランウェイを敷いて、はい、そこでたくさんのキラキラ笑顔をね、はい、このね、もう歌に乗せて、踊りに乗せて、はい、1時から11月3日、はい、1時から11月3日、お待ちしてまーす。すごいよ。カルナッチも歩く。うん、うん、うん。その予定だったんですけど、自分は、別のとこで三振引いてますね。甘いか。ないか。だから慌てて終わって、うん、すぐそこに駆けつけようかと。あ、そういうことですね。そうそうそう、そう。うん。わかりました。だったら。応援に行きます。やったー、うん、そうだね。ギノザも盛り上げてるからね。ギノザも。ギノザ出身ですからね。ね今日は。うん。はい。ギーギーつながりだね。ギノザ出身で、ギノワンに会社。ギーノーマでは一緒なんですけどね。あ、ほんとだ私ギーだけと思った。ギーノーマで。ノーマで一緒ですよ。事務所うん。そうそう、ギノザ、ギノワン。でしょ？ああ、一緒だ。漢字も一緒だ。いいねーっていうつながりもあって、ランウェイをね。でも、はい、でも嬉しいね。同じ日に三振をやってる。私たちやっぱりパフォーマーですね。うん、あの、ね、エンタメ。ね。ね。ね。うん、ね昨日もね、三振のちょっと稽古がありまして。はい。うん、もう西原で稽古って言ってたのに、自分、なんかおかげで富士行ってしまいまして。そしたら、うん、別の、とこの練習に行ってましてね。その時に限ってなんか2箇所で練習あったらしくて。自分もなんかわからんけど、ね、場所間違えてしまってね。どんまいどんまいの話じゃないですか。どんまいどんまい僕好きだよ僕好きだよカネラッチ今日どんまい2個も出ましたよ。やばいなぁ。本当にもうびっくりしました、自分も。行って、本当にね。人少ないんですよ、また。なんでうちの連中来ないのかなと思ったら、うん、また、チャット LINE 見てみると、自分たちは西原行ってますよ、っていう返事が来て、カネラさんどこいるの飛び散れるよなんであんたそこ行ってるのみたいな。しかもめっちゃ遠い。また一人で頑張って、みたいな。意味わからん。まあ、面白かったですよ。でもなんか、許せるね。うんううん、直接あれですよ。うん、あの、城間徳太郎先生から、おうん、習いましたよ。すごくないですか、うん、じゃあ、逆に。人間国宝ですよ。うん、人間国宝。そっか、うん。間違ってよかったってことだ。ああ、自分はね。ね
そうよ。そういうことですね。だから、間違いはないってことですよ。うん、ね。あさっきの表の罰でもあるし、はい、このなんかで、ね、何でも間違いはないのに、何でも意味があるんですよ。うんうんですね、すごくない、うん、今日まとまったよ。ね、イェーイ。オッケー。じゃあ、おすすめのコア一つだけ伝えて終わりましょう。はい、今週何があるかな、今週は、はい。水曜日以降のものがいいかもしれないね。え、水曜日、あ、はい。今週、はい。はい。水曜日以降、おすすめシリーズ。どこの短歌への誰々だ、はい、あんまない、あんまない。あ、これ、あ、これ火曜日だ。あ、こっちだ、ね。もう26日の、あれですよ。太陽と月。オッケーオッケー。10月26日の太陽と月が、高田さんと、はい。大城まみさん。まみさん。大好きな二人が出ますね、はい。出ますよ。それこそ、ギドワンの、あの、チューブ西の段階で、はい。社会センター。福祉センターね。福祉センターでやるので。もうその時、うちのね、倫理の会長、副会長、千人幹事いないんですよ。もう面白いですよ。最高ですよ。どうなるか、カズナッチを見守りに来てください。はい、今日もね、視聴いただき、はい、ありがとうございます。はい。皆さん、ハッピーハッピーウィーケン沖縄が元気なら、沖縄が元気なら、沖縄元気。沖縄元気なら、日本も元気。日本も元気なら、世界も元気。世界も元気なら、宇宙も元気。はい。どんまい。どんまい。僕は好きだよ。あなたも好きで。はい、また来週。また来週。チャレンジ。バイバイ。バイバイ。FM ギロワンより、ま。やっ。ありがとうございます。残り10秒っていうところで、ギリギリ終わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、最高よ。